こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、スヌーピーの70周年の、ナノブロックを作りたいと思います。はい、スヌーピーと、チャーリー・ブラウンですね、あとナノブロックで作った、チコちゃんたち と、 あと、シンちゃんですね。はい、じゃじゃーん、これです。おー、ラインナップは6種類です。今日アリキンがそのスヌーピーか、そうですね、フライング S が欲しいですね。あと、これも定番の、ネストビスヌーピーが可愛いですね。はい、ということで、イエーイ、これ可愛いですね、ナノブロック。いやー、はい、ということで。じゃあ、早速開けましょうか。はい、70周年です。さあ、はい、何がゲットしたかな。楽しみです。はい、じゃあ、1、2、3、お、はい。ラインダー、ラインダーのスヌーピーってどうなの？あ、いいですね、定番のスヌーピー、メテルスヌーピーですね。はい、メソビリスヌーピー、やったー、これも欲しかったです。はい、これですね、いつもスヌーピー、屋根の上にメテル、やったー、いいですね、やったー、イエーイ、7番です。はい、ということで、ちょっと今からスヌーピー作ります。かわいいスヌーピー、はい、できそうですね、やったー。はい、少々お待ちください。あ、部品が、パーツはこっちです。イエー、まあ、多くないですね、少ない、やった。これからちょっと、はい、今から作ります。はい、パーツが、ということで、はい、じゃあ少々お待ちください。じゃじゃーん、できました、メソベリースヌーピー。おー、かわいいですね、クルミの屋根にメテルスヌーピーです。おー、ちゃんとピーナッツのサーメイトが2020年ピーナッツ、おー、ライセンスも、このもっと、じゃじゃーん、この2つ目できてるんですね、スヌーピーとその子犬の屋根で、こういう風にやってます。ちょっとスヌーピーの顔はちょっとやや厳しい差があるんですけども、まあ、ナノブロックではここの限界かな。はい、はい、ということも、このままだと、はい、じゃあ、まあ、組み立てはそれそほど難しくないですね、部品が大きいし、まあ、慣れればすぐ、5分とか10分ぐらいで作れます。はい、ただこれもちょっと、部品がちっちゃいので食べてしまうとか、ね、気をつけてください。かわいい、ということで、はい、以上です、アリキンチャンネルでした。今回は、スヌーピーのナノブロックを70周年の紹介しました。はい、これですね、ネソベリースヌーピーをゲットしました。かわいい、じゃじゃーん、ちょっと顔に無理があるけど、まあ、横から見ると可愛いですね。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。